画面の前の良い子のみんな、こんにちは。隠れオタクで社会人なバーチャルライバーの鈴鹿オタコです。今日は隠れオタクあるある行ってみたいと思います。一般人とカラオケに行った時用のお箱がある。キャラグッズを買ってもタンスの肥やしになってしまう。会社や学校で友人や同僚に、休みの日一体何してんの?と不思議がられたことがある。スマホの画像一覧は絶対人に見せない。携帯の待ち受けや LINE のアイコンを好きな作品のパッと見オタクっぽくないおしゃれなイラストにしたりする。 SNS のアカウントはリアルアカとオタクアカの2つを持っている。みんなは何個当てはまったかな?3つ以上当てはまった君は立派な隠れオタクだね。それじゃあ次の動画もまた見てね。共感できた人もできなかった人もチャンネル登録よろしくね。